どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエスト、行ってみましょう。アイテムが残り10ちょっと持てるんだよね。なので、デイリーを3周ぐらい行けばちょうどいいと思います。まずは、ここからハイブロックホール。さあ、それでは行きましょう。変更点は HP が 20% 増加、最後の叫び、そして敵は弱体化です。撮ってるのはこれ11月なんだけども、多分放送するのはこれ12月だよね、多分。12月だと思う。あと2週間ぐらいか。あと2週間ぐらいでアップデート。いやー、楽しみだね。楽しみだけども、それまでに、ちゃんとね、俺が思い描く装備品が入手できるかどうか、それがね、問題なんだよね。難しい気もする。ちょっと高望みしすぎてるのかもしれないけども、まあ、それぐらい最高のやつをね、入手しておきたいところなんだよね。できれば。そうすると、もしも、修正が来た場合でも、やりやすくなるんで、今のうちに入手しておきたいんだよね。新しい装備も出るのかな？あ、出るよね、多分ね。アップデートだから。新しい装備、新しいエンチャント、出ると思うんで、まあ、そこで、さらにね、固めていくっていうのも、いいけども。とりあえず、高パワー、262の、最高のやつっていうのを、ゲットしておきたいところ、行きましょう。多分この中にいるんじゃない？エボーカーだけのはずはないね。まだキャプテン一体も出現してないので、この中に多分ね、6体全部いるんじゃない？これほんといるもんね。はい、一体目。どこだ？あ、こっち？はい、あー、危ねえ！おいおいおい！おいおいおい、変更がいた。はい、2体で3体目。よし、はい、終わり。で、上か？どっち？こっち側はいいね。はい、またいた。おー、いる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 。よっしゃ。わ、やばい。やばい。無敵が効いてるから。ダメージは受けてないけど。やべ！こいつを倒して、こっち側に多分まだいるもんね。はい、倒した。バカ野郎、ナイトモードとか。ついて。よし、倒した。オッケー、6体ゲット。だね。ナイトモード、ダメージ 40% 減少を、で、クリーパーに置き換わるか。まあ、いけるでしょう。それではクリアですね。変更もほとんどいなかったし、超楽勝でした。報酬なんだ。メイス、メイスか。いいよ、次なんだ。サブリューイングか。見た目はね、かっこいいから好きなんだけども、性能的には多分いまいちっぽいんだよな。はい、次行こう。さあ、それでは次はここですね。フロストフィヨルド。あんまり好きな場所じゃないんだけども、まあ冬の指先が狙えるんで、いいんじゃないですか。HP が1に固定。きつい。で、エンチャント持ってて、いや、エンチャントで、クリティカルか。で、アイテムボーナス。ここはあれだね、重くて結構落ちやすいっていう場所だな。で、アイテムボーナス入るとあれか、矢が出ない、もし。あ、これ矢が出にくいかもしんない。これサプライギフトでなんとかゲットしていくしか。おい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 、危ない。あ、もうこれサプライギフトしかないね。それでちょっと矢を増殖していきまーす。キャプテンいないかなと思ったら、多分ここにいるね。いたね、やっぱり。ちょっと待って。
めちゃくちゃきつい。やっぱね、ダメージが 90% 上がってるんで、きつい。よし。で、まだ先にあるのか。HP がね、1固定なんで、あまりね、無茶ができないみたいよね。ゴリゴリ前に進んでいくと、ちょっとね、ふとした瞬間やられちゃうんで、ちょっとそこはね、抑え気味でいかなきゃいけない。あと何体いる？予定として、あ、いる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 。オッケーオッケーオッケー。このね、アイテムボーナスね、意外といい。なぜかってね、これね、透明化がね、結構役に立つ。うん、危なくなったら、透明化して、進んでいけば、なんとかなるのよね。なんでこれ、意外といい変更点だね。今、なんだ？ダメージ 20% 減して、90% 増加、30%。あと1体だね。あと1体、キャプテンがいるはず。いや、この先なんかいそうじゃない？やっべ。この先多分いるわ。で、それで、6体全部っていうことでしょう。あれ、いないか？まあまあ探して、で、クリアしましょう。終わりだ。多分。確かここで終わりじゃなかったっけ？となると、キャプテンは全部いなかったね。多分、あ、ほら、やっぱクリアだ。5体でした。まあ仕方ない。報酬見てみよう。さあ、見てみましょう。最初がね、弓だね。なんだ？外れ、次。冬の指先。監修か、なんか監修やたら出ない？監修がなんかやたら出る気がするんだけどね。あと一箇所ぐらい行きます。最後は、ここだね。森の寺院のところです。キャプテンがね、3体、いや、4体か。うん、4体しかいなくて、ちょっと探しきれない。いや、探しきれないわけじゃないか。ただ単純にいなかっただけ。だと思います。まあ、サクッと倒しちゃいましょう。やば。ちょっと待って。装備変えよう。装備を変えても、サクッとね、クリアしますね。うん。ワンパンか。よっしゃ。まあまあまあ、そうか。別にね、攻撃力とか、下がってはないんだよね。上がってもないし、HP も下がってはないんで、もう別に死にはしないかなと思ったけど、死ぬんだね。一発触れただけで。よし。最後のここら辺にキャプテンがいてくれれば、嬉しかったけど、まあいるはずもないか。はい。ではでは、なんだ、ちょっと見えにくい。クリアでいいかな。よし、じゃあクリアですね。それでは最後の報酬見てみましょう。影の衣が当たり。おー、キンドラーか。まあまあ、すでに俺装備してるしな。はい、なんだ。反逆者か。いや、でも次のアップデートでね、もしかしていけるかもしれないって。おっと、いや、よくない、よくないね。クールダウンがあればよかったけど、真ん中にクールダウンが来てれば最高だったね。うん、まあまあ、いりません。見てみましょうね。サブリューイング。うん、使えない。使えない。雪の弓いらないね。監視のサイズは？あー、流れ込む魂ついてないから、まあいらないかな。途中で出てきたやつはあらかたいりません。ゴーストキンドラいらないね。反逆者は
クールダウンはやっぱ一つ欲しいんだよね。もしかしてなんか今度のアップデでなんかクールダウンに変わるようなやつ、そういうのが来てくれればまたちょっと変わってくるとは思うんだけども、まあ今日はあまり良くありませんでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。